なきり神社は、三重県島市にある神社。所在地は、島下大王朝なきり一番地。神門は花火市。境内敷地面積は4,505平方メートルで、ある。毎年9月の、わらじ祭りは、大きなわらじを舞台で弾いた後に、浜から流す祭りで、なきりのわらじ引きとして、三重県の無形民族文化財に指定されている。沖に浮かぶ、大王島にいた、 ダンダラ帽子の悪行に困り、村人あるいは良い夜神が知恵を絞り、村にも大男がいるぞと、大きなわらじなどを作ったところ、それを見た、ダンダラ帽子が驚いて逃げ去ったという伝承に、由来するとされる。西山道口近くに、エビスを祀るヒルコ神の祠がある。由緒不詳。明治5年に、豪社へ、加列の上、現社名のなきり神社へと改称された後、 明治40年12月5日、境内者13社並びに無格者4社を合祀し、なきり神社と単章する許可を受け、同月26日に合祀祭を挙行した。昭徳3年の心差し略史では、八王子社、八幡宮、熊野権現、荒見天神、大明神、同祖神等とされている。明治初期の諸国史総合では、心差し略史と、 三国地市にある八王子社や八王子祠が、なきり神社、熊野権現や、熊野祠が、熊野社、大明神や老いの名神祠こらが、猿田彦社と記しており、荒見天神や荒見天神祠とあるのはおそらく、菅原社だとしている。また、なきり神社の境内社となる以前、恵比寿社は、熊野社の境内社であった。現在の社殿の位置に新明社、春日社、八幡社、 住吉社の祠があり四宮と、また、境内社である伊雑公社、津島社、熊野社は三社と呼ばれた。伊織神は、なきりのうぶすながみとされる。熊野を、いや、ゆやとも読むが、大王朝文化財調査委員を務めた、地元大時事寺の住職であった周森天霊は、なきりには別に、熊野社が祀られていたことから熊野とは、無関係と断定し、 出雲のいつよる神社とも音韻が似ている以上の関係はなく、大王先置きの岩礁大王党の米、矢が島に起源を求めた。三重県を中心に民族調査を行った堀田義雄は、島では矢は親に通じると指摘した。わらじ祭り台風被害が甚大となる地域であるため、昭和49年5月2日に、鉄筋コンクリート作りの配電を持つ。 鉄筋コンクリート神明作りの社殿へと占領された。それ以前は、木造の社殿であった。三重県神社氏大王朝氏 P817。三重県神社氏4。P24。大王朝氏ピアニッシモ。887から 888. 三重県神社氏4。ピアニッシモ。27から31。三重県神社氏4。P29。三重県神社氏4。 ピアニッシモ、二十八から二十九大王朝誌、ピアニッシモ、八八百十七点八八九では、イオル神、大王朝誌、ピアニッシモ、八百十五点八一七ナキリの神祭り、p 八大王朝再発見、ピアニッシモ、五十七点七七では、足よる、ゴンゲン、占有時に伝わる、占有時文書では、ア足足足神、三重県神社誌では、吹きよる神及び、 イオル神と表記されている、ナキリの神祭り、P20、ナキリの神祭り、P8、海の神信仰の研究所、P53、ありがとうございます。